後半戦の競争水面、スタートライン上時々弱い向かい風という状況になっています。第10レース予選競争の開始です。対戦メンバー1号艇東京浜野谷健吾、2号艇群馬ブス島誠、3号艇岡山田口節子、4号艇埼玉中澤和志、5号艇福岡前田翔太、6号艇佐賀上野慎之助、以上6名の対戦です。前半戦は3着としまして、ここは望みつながった勝負がけ1番の浜野谷、1着取って 6.17 という状況です。一方2コース2番のブス島は得点率は2位につけています。2日目以降は厳しい展開、3番の田口3コースから、4コースから1ボーダーライン上の6点ちょうど4番の中澤、5コース5番の前田は 6.20 のポイント16位という状況、そして7点ちょうどのポイントは6コースに6番の上野。3対3の枠なりでスタートまで10秒を切りました。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース2コース4コースあたりがやや目立ったスタート。1周1マークは逃げる1番の浜野谷、まくってきます。3番田口は流れていった、まとまってきたのは5番の前田、内から差して2番の武島が続く展開も、やや流れていった5番の前田、ここは1番の浜野谷はすんなり逃げて先頭。一方2番クラスに6番の上野が内から加わっていく。スタートは前提正常、6番上野が先に回る、待って差し返す2番の武島、ここはかわしました。2番手2番の武島、一方3番手流れていきました6番の上野で、内から5番の前田がかわしています。3番手5番の前田リードは2手進、今度は2番手伺いまして2周の1マーク、先に回る5番の前田、2番のブスジマ差し返してここはかわしていきます。再び2番手抜け出していきます。2番のブスジマ、そして3番手5番の前田は踏みとどまります。その後ろ追いかけるのが6番の上野、そして4番の中澤で2周2マークの旋回。3番手5番の前田が回りまして、ここでは後ろ4番手2人が接戦。4番の中澤上がってきましたが、まだ3番手とは差が3手進。レースは最終周回です。先頭1番の浜野谷が大きく抜け出しました。2番手水槽2番の仏島、最終1番を旋回。3番手は5番の前田が守る、だいぶ差をつけてきた4番の中澤ですが、まだその差は2手進半と開いています。3番手5番の前田守りまして、これから最終ターンマーク。先頭で1番の浜野谷が回ります。仏島2番手、そして3番手5番の前田、最後内から4番中澤ですが、最後は差が詰まりませんでした。先頭1番浜野谷五輪、2番武島五輪、5番前田五輪、4番中澤五輪、6番上野五輪、3番田口五輪。第10レースで見事勝負がけを決めた浜野谷健吾選手の登場です。盛大な拍手でお迎えください。おめでとうございました。一着条件だったと思うんですけど、はい、お気持ち一言まずは。嬉しかったですね、はい、ではスタートから見ていきましょう、はい、写真見る限り07ぐらいかな、06、07ぐらいかなという感じなんですけど、まあ、スタートより届いてない感じだったんでね、もうそのまま行きました、はい、ということは全速で、はいはい、その後の足とかいかがでした。まあ、特にやられる感じもしなかったんでね、ええ、はい、うまい具合に回れましたね、はい、もうここで完封勝利。でもちょっとまだもうちょっとですね、はい、そのもうちょっと乗り心地ですか。うん、まだチルトとかで迷ってるんで、はいはい、早くその迷いなくしたいですね、うん、はい、でも結構上のレベルでの迷いですか。まあ、プロペラはゾーンに入ってきてるんでね、はいはい、問題ないと思います。あとはやっぱりその日その日で気圧とかそういう合わせも結構大事になりますよね。そうですね、はい、はい、何かこう課題があるとすればどういうところですか今現状で。どうでしょう、大丈夫です、メンタルですかね。あ、そうですか、わかりました。いや、結構どうですかこの1号艇はプレッシャーはありました。そうですね、まあ、でもブス島がいい足してるんでね、はい、ちゃんとスタートいけば壁になってくれると思ったんで、はい、はい、その通りの結果になりましたね、はい、さあ
おそらくは準優かなっていう得点率まで来ました、うん、はいはい、最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、乗れたらしい走ります。お願いします。頑張ってください。では最後にカメラサインをお願いいたします。大きな声援をいただきました。浜野谷選手一着条件のこの10レースを見事一着ゴールとなりました。最後にワンポーズお願いします。はい、ありがとうございました。第10レースを制しました浜野谷健吾選手でした。ありがとうございました。10レースの競争成績ご覧いただきます。1着1番浜野谷健吾、2着2番ブスジママコト、3着5番前田翔太。